はい。どうも皆さん、こんにちは。今日は金曜日のね、2月17日、昼間の3時16分に収録しています。1週間お仕事お疲れ様です。今日はですね、SOXL のチャートをもとに、SOXL のチャート分析とかをしたいんじゃなくてですね、まあ、これね、ここにテーマにあります、下落トレンド時に3倍レバーの効いた商品なんかで、安い。だから買いのチャンスなんだって。 これを言って、まあ、買いいいで飛びつくとととううのは非常に危険な投資法だよということこれね私ねまあ別にこの話は今に始まったものじゃなくてえっとね私の過去のアーカイブご覧いただくと分かるんですけど私ねこれ1年前ぐらいからずっと言い続けてで言い続けるんだけど再生回数が100回に満たないとかでいいね数もゼロであったりとかだけど今と同じことをずっとくり繰り返しねしつこくね言い続けてきたメッセージなんですよね。 なんでこんなことをずっと言いたいかっていうと、これが非常、このパターンが非常に多いから、ね、多いから、なので、あの、危険だよっていうふうに私は、あの、継承を、特に初心者の方ね、ここ最近投資を始めましたっていう方に向けてこれを言いたいなというふうに思っています。これね、現物取引であるとか、まあ、レバレッジがかかってないノンレバの商品であったりとか、あと、 えっと、積み立て投資そもそもの投資スタイルが積み立て投資であるとかあと超長期の投資家私は投資家自分のことを投資家って思ってなくてと、まあ、単にトレーダーと思ってますはいなのでねまあ、超長期の投資家であったりとかそういうね例外とかはあるんですけど例外はあるんですけど、まあ、そこそこ短中期でいわゆるなんか悪い言い方するとガチャガチャやるまあトレーダーってガチャガチャやりますよねそういうスタイルで 安い、ね、買いのチャンスだっていうノリで、えー、割安感で買うと、まあ、例えば、まあ、昨日よりも安いとか、まあ、ここの相場で言うとこれ夏の相場ですねこれ SOXL、まあ、ここ1ヶ月ぐらいの中で最安値をつけましたってそのトリガーはジャクソンホール会議でパウエルさんが高発言をして、えー、ズドンって落とされたとでここ最近1ヶ月の中で一番安いよねってだからこのポイントで買いでしょ このね安いっていうその安いって思う根拠ねこの,あのチャートの右側が分かってる我々は非常にここで買うっていうのが危ういってことが今分かるわけじゃないですかもう明らかにいやいやこんなところで買っちゃダメでしょってだけどその時っていうのはチャートの右側が分からないんでここ1ヶ月間のボックスの中では この中では一番安いいゾーンにいるんだよって。だから当然安いでしょだから買うんだよって言って買っちゃうのね。で、えー、そこからが問題で安いっつって買ってでらに下がってで評価額が減るねでそこでまたちょっと戻しもするんだけどを救われるかなって ここから増えていくかなって思うんだけどでもやっぱり下降トレンドなんでそこからまたえズドンって下がっていくとはいでそうするとまあ塩漬けみたいな感じになっちゃうんだよねうんでもう諦めモードムードっていうかさまあ自分の中でのこう自分の失敗を認めたくないまたやらかしちゃったなっていうのをこう認めたくないっていう気持ちも手伝っていやいやいいんだよって別にこれはもうこのまま放置でいいんだよっていう感じになってくると 人間の心理的にね。だから私はね、トレーダーとして自分の間違いを素直に、いや、俺の判断間違ってたなって、皆さんすいませんって。これがね、大事だと思うんだけど。だけど、まあ、往生際の悪い人とか、負けん気が強い人っていうのは、自分、いや、別にここで買ったのは全然後悔してませんってこの。この時安いって思ったから買って、まあ今ちょっと下がってるけど、また長期で置いときゃ復活するんだからっていうノリで、反省もせずにですね、ここで買い、 まあちょっと丸つけていくとですね、割安感でここで買い、さらにここ、さらにここで買いいわゆる、まあ、難品地獄みたいな形。で、安いから安いからっていうことで、買い続けているとですね、どうなるかっていうと、自分の手持ちのキャッシュが、この底付近でめっちゃ安いところで、本来ここで仕込みたいっていうところで仕込めなくなっちゃうっていうね、これ本当にねあ、あるあるパターンですね。 だしあと例えばこのね3倍レバーが効いてるんでここら辺で難品始めるとですねなんと評価額がね 60%70% って平気で減っちゃうのねはいだから自分がね一生懸命かき集めたキャッシュも70%減とかになるし証券口座見るとねさらにいっぱい突っ込んだもんだからどんどん自分の投資できるキャッシュもなくなってすっからかんになってここで何もできなくなるって。 で、塩漬けで言うんですよ。ね、これもうしばらく置いときはねって。うん。いや、短期トレードのつもりでここで買いを入れたのに、だけどね、言うんですよ。この大底付近で。いや、もうキャッシュがないしって。まあ、だけどさ、っていいんだよって。これこのままね、置いときはそのうち何年かしたら、結局のところ、まあ、右肩上がりで成長するし、まあ、プラスになるんだからいいんだよって。これね、すごくよくあるパターンなんですよね。 はいいやあの冗談とかじゃなくて冗談とかじゃなくてね別に僕ねデフォルメしていってんじゃなくて人間の心理を、ね、そういうその負けたくないとかね負けを認めたくないとかね、うん、その場のこういう短期の寝動きに翻弄されてしまう人間の心理とかいろんなものがあって相場ってねうまいことねこう絵付けをする期間があって。 安いところでたまたま下落、対局は下落なんだけど、安いところで買い付かせて、ちょっとの期間、こう、絵付けをして、いいプチ成功体験をさせておいて、で、トレンドがこの青の垂直線で、しっかりもう変わっているにもかかわらず、チャートの分析なんてそんなんね、やっても意味がないからって、 うん、無意味だよって言ってる人たちはチャート見ないから、日々のこういうまあ前後1日2日ぐらいの値動きだけでこう物事を見てると。チャート,ャートというか値動きを見てると。はい、いう感じなんで、安いから買う、安いから買う。このノリで、ね、ここ下ってったらどうなりますかまさにさっき私が言ったように、割安感で安いから買う、安いから買う、安い。買い下がりっていう状態ね。難品状態。 はい。になって、結局お金がなくなっちゃうということになるわけですね。はい。で、えー、まあ、ここ数ヶ月ですね、このように、レンジ相場だったりとか、あと、こういうね、プチ成功体験っていうのが、特に年初からね、長く続きましたよね。これで、ね、皆さんね、チェックされたいのは、俺の今、脳内っていうのは、完全にブル思考になって、安いから買う。これで成功して、えキャッシュが増えた。ね、ありがとう。 ね、ベアなんかね念書につかんだもんだからえらい踏み上げられてもう一生ベアなんて絶対使わないという失敗体験、はい、でこれが通用するのはこの上昇の短期の上昇トレンドのみなんですよだけどある時を境にトレンドっていうのは転換してその思考はトレーダーとしては本当はね180度を真逆にしなくちゃいけないんですね いいですか安いから買う、儲かる、安いから買う、儲かるってこう繰り返しで、はい、儲けてきたと。はい。これ、このまままたね、同じことを、夏の相場と同じことを人はね、学ばずにね、繰り返すんですよね。その思考でですね、例えば、取れてんしましたと。 ね、2月の後半にかけてどんどん売られていき SOXL が最終的に昨年の安値の6.21ドルを割り込んで、まあ、一旦の作業の目処が 4. 点何ドルになりましたとこういうね、まあ、もしね下落の波動が今までのこの規則に従って走るんであればね買いを入れるっていうのは、ね、ここで取れ点して買いを入れるってことは安全ですか危険ですか いやこれ絶対またね、夏と同じような失敗をするってことになるんですよ。特にここ最近参入されたビギナーの方は、こういうことがあるんだよっていうことをあの重々警戒して。はい、で、えっと、私がね、これ、下落の波動が走るっていうのは、あくまで私の投資判断というか予測に過ぎません。 えっと、この年初からの安値高値を結んで、例えば60%押しとか半値押しでこのように NG で上がっていくっていうね。まあ、こういうイメージをされている方もいます。はい。で、そういった方々と別に喧嘩するつもりないし、あの、それはそれで健全だと思うんですよ。いろんなやっぱり考え方があるんでね。で私はしたっていうふうに思っているんですけど、少なくともですよ。少なくとも、例えば100万円とか、人によって1000万円、何千万円とかっていう大金を、 大ですよこういういろいろ考え方が分かれるようなこういう重要な分岐点半値押しで NG 回復するのかもしくは下落さらにねこう波動がズドンって走るのかこういうところで私は私だったら私がビギナーだったらもう必死で考えると思う。で必死で考えて分からなかったら僕はねこんなところが怖くて投資なんかできない。 で投資、それでもしたいお金を増やしたいって強烈に思ってる人はどうする それはね、勉強するんですよ。私みたいに、一研究員のつもりで、過去どうだったかなっていう、こう、チャートを、まあ、ファンダでもいいんだけどね、過去どういう、えー、まあ、流れがあって、えー、暴落してったのかっていうのを、こう、一生懸命ね、えー、没頭して、のめり込んで研究するで。その中で自分で答えを少しでも導き出そうとするとか、あと人間を観察して、ああ、こういうふうにみんなやられていくんだなって。 こういう風にして相場で退場していくんだなっていう人間観察をしたりとかね。で、自分だったらこういう風に立ち回るとかね。だかここでものすごく考えると思うんですよね。で、ある程度自分の中で、あ、こういう規則でこう来てるでしょ。ってだからえ、次もこういう風に来るだろうなって。もちろんここでこういう V 字回復する可能性もあるから警戒が必要だけど、基本的には対局目線というのはこういう風だよって。 僕みたいにねまあそういうビジョンがしっかりしていれば少なくともこういうところで安いから買うっていうことは買い下がりみたいなことはしないわけですよね。はいですのでチャート分析っていうのはそういうところにも意義があるし、まあ、ファンダメンタルズ分析もねやはりものすごく私はね、はい、あの必要なことだと思っていますし私はまあチャート専門で主にやっているんですけどね。 はい。ということになります。ですので、安いから、ね、この安いの根拠は一体何なのと、昨日よりも安いとか、今週の最安値であるとか、そういうノリで果たして買っていっちゃっていいのかなって、皆さんのキャッシュがどんどん相場に飲み込まれていき、ね、もちろんね、長期で持っていれば回復するっていうのはね、ある。 あるけどね。でもそれは、やっぱり、まあ一般的には現物、ノンレバの話ですね。3倍レバレッジがかかって、いやもういいんだよ別にって。うん、ここでそこで買えなかったけどねって。キャッシュあの少なくなっちゃって、ここで買っちゃったから買えなかったよって。だけど、3年5年みたいなね、長期スパンで見てごらんって。どうせ回復するんだからって。これをね、自信満々に言えるのは、やっぱりね、現物のノンレバ商品なんですよね。それだったら、いわゆる買い集めていくっていう理屈がわかるんですよ。 だけど、レバレッジがかかっているとですね、少なくともその5年とか10年スパンで、ジグザグジグザグとか、まあ暴落があり、二番底がありとかね、振り回し相場の先に5年後、果たしてね、本当にこの元本なり価格が保証されるのかっていうのは、それは断言できないですよね。 はい。過去検証したらいろいろ見えてくると思うんだけど、目減りとかがあると思うんですよね。で、それはやっぱりね、無視できないんですよね。で、そこ大丈夫ですよって言ってる人は、やっぱりそれは危険な、あの、投資の勧めだと思うんで。なので、やっぱりね、まあ、この学びを得たり、チャートからヒントを得たり、過去を検証したり、あ、こういうふうにしてみんな相場でか焼かれていくんだなっていうね。そういうのをこう、まあ、ウォッチしたりとかですね。で、自分は絶対そういうことを食らうもんかと。うん。 ラウっていう、まあ、そういう、ね、意気込みで、えー、チャートをしっかり能動的にね誰々さんがこういうことを言ったからだから売り買いをするとかじゃなくて自分が一研究員になってこうやって取り組むつもりで自分の資金を守るってこと資産を守るってこと資産を守りつつトレンドに自分の資金をボンっておけばどうなる失敗が少なくなるってことだから資金ってどんどん、まあ、おのずと増えていくんですよね。はい だけどみんなねやっぱりね相場にねうまいことこうお金を吸い取られるようなうまいことねこの相場ってできていてこの相場の騙しのようなねこういう値、ね、動きっていうのはまあ一番の私憎むべき憎むべきものは何かって言ったらそ,その相場だと僕は思ってるんだけどねいたずらなこういう値、ね、動きしやがってみたいなねはい。 なので、純粋なあの投資家のトレーダーの皆さんは、そういったものの餌食にならないようにということで、私は昨年からね、ずっとね、再生回数が100回でも、いいねがゼロでも、ずっと言い続けてきたメッセージなんで、ぜひともですね、ビギナーの方は、あの、もうずっとやられてる方はね、こんなん、あの、もちろん分かってるし、あるあるっていう、あの、共感があると思うんですけど、あの、ビギナーの方分かんないんで、これをね、強く釘を刺しておきたいと思います。 はい。そんなわけで本日は以上です。良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。